ん、ゆっくりよ。びっくりしちゃうから。こんにちはって。かわいい。いっぱいね、場内の中を走ったりお散歩したのでぐったりしてる。皆さんこんにちは、マリチャンネルです。本日もご視聴いただきありがとうございます。ということで、現在私は長崎県に来ました。もうね、ほんとずっとこのキャンプ場に来たかったんですよ。車の乗り入れは不可なんですけれども、もう目の前に海が広がっていて、そして山も見えて、さらにはめちゃめちゃ可愛いキツジちゃんたちがいっぱいいるキャンプ場なんです。長崎県平戸市にある中瀬草原キャンプ場ってところです。海が本当に目の前なの。だけどちょっとね、丘みたいなところに草原が広がってるので、こう高さがあるので、もう遠くの方までしっかり見えるんですよね。こんな素敵なキャンプ場にようやく来れたってな感じで、めちゃめちゃ幸せな気分に浸っているんですが、今回もお届けする九州一周キャンプ動画長崎編も最後まで見ていただけると嬉しいです。さあ、今回私は何を作るのかと言いますと、念願の長崎で長崎ちゃんぽんをキャンプ飯で作るのもき、イエーイ。長崎の味ですよ、中華麺と長崎ちゃんぽんスープ。これを入れるともう本格的な豚骨のスープになってるそうなので、これでちゃんぽんを作っていこうと思います。あとは長崎県産の人参とか、これ大きいのしか売ってなかったんだけど、じゃーん、九州産の豚肉、もも切り落としです。地元のお野菜や食材を使ってキャンプ飯作っていきましょう。なんかもうテンション上がりすぎてさ、もういちいちリアクションがでかいんだわ。美味しそうなキャベツだ。綺麗な桜色ですね。では炒めてる間に、これを1パック、お湯3カップ加えて薄めておく。薄めたスープを鍋に入れ、炒めた具材を鍋半分にのせ、ちゃんぽん麺を入れてよくほぐす。中華鍋じゃなくてごめんなさい。おお、濃厚、トロトロだ。よいしょ、1回置いて鍋を温める。沸騰したかなあ。もうちょっとだな、もうちょっと、もうちょっと、我慢我慢。できたできたできた、沸騰したよ。したら鍋を入れて麺を入れてきます。入れて、バーン。具材をたっぷりと入れます。長崎ちゃんぽんできました。美味しそう。
ただきます。おうまめっちゃ美味しい。こんなにさ、お肉とかお野菜とか具沢山に入ってると野菜も一気に取れるから最高ですよね。これヘルシーだよね。一生食べれるよ。今度はね、スープから一から自分で作ってみたいなって思います。やばい、めっちゃ美味しいんだけど。そろそろ寝るよ。みーちゃんも寝よっか。帰るよ。そう。はい。また明日。おやすみ。Thank you.
じゃーん。今日の朝ごはんはカステラです。長崎といったらカステラですよねこれはね、普通のあのお土産屋さんとかで売られているものではなくて、切れ端のいっぱい入っているセットみたいなのを買っちゃいました。欲張りなんですけれどもかなりお安かったので、こちらを朝ごはんにしてコーヒーと一緒にいただきます。めっちゃ美味しそう。うん、手で触った感じすっごいしっとりしてます。おはようございます。今朝はね、5時半に目が覚めて、ワンちゃんと奥の方までねお散歩しに行きました本も読めたしね。もうあんな草原の中でさ、海の潮風を感じながら本を読む機会なんてなかなかないので、マジですっごい幸せでした。もう昨日はちゃんぽん食べて、今日はカステラなんですけど、なんで長崎はちゃんぽんとカステラが有名なんだろうと思ってちょっと今調べてます。ちゃんぽんは明治時代に中華料理店の店主が中国人留学生に安くて栄養があるものを食べさせようと考案したのが始まりと言われています。発祥以降、長崎県で日常的に食べられる家庭料理となりました。名称は中国語の簡単なご飯を意味するシャンポンが訛った説と、ポルトガル語でごちゃ混ぜを意味する説など様々あるんだそうです。昔は砂糖はとても貴重なものでした。しかし鎖国の間も世界とつながりを持っていた長崎は砂糖が豊富にあったのです。そのため砂糖を使った甘い味わいのカステラや甘い南蛮菓子がたくさん作られてきました。なるほど。佐賀に行った時に、佐賀からね長崎までの道が長崎街道っていうんですけど、そこでは砂糖がとっても有名だよって視聴者さんが教えてくださったんですよ。そういうことだったんだ。なんかこうやってちょっと少しねネットで調べたりとかするだけで、今では情報がいっぱい出てるから、歴史を勉強するのもすごい楽しいですねということで、本日のキャンプ動画いかがだったでしょうか。いやー、本当このキャンプ場に来れてとってもとっても幸せです。すいません、私の中でね語彙力がね足りなすぎてうまく伝えられないんですけど、乗り入れ不可ってこともあって、ちょっとねどうしようかなって悩んでたことも正直あったんですけど、いや本当に本当にここに来てよかったなって思います。今日はキャンパーさん少なくて5組ぐらいしかいらっしゃらないそうなんですが、駐車場で車とかバイクとかのナンバー見たら、もう全国からいろんなキャンパーさんが集まってるんだなっていうのが分かって、東京の方もいらっしゃいましたし、あとはね北海道から札幌から来られてる方もいらっしゃいましたよそれぐらいね、いろんな方々からここに来たいって思うような人気のキャンプ場なんだなっていうのが改めて分かりました。いやー、また季節変えて秋とかになったらまた景色がガラッと変わるのかな。うん、また絶対訪れたいキャンプ場の一つになりました。ありがとうございました。それでは九州一周キャンプ動画、次回はどの県に行くんでしょうか。お楽しみに。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次のマリチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。Did it.